檜ノ車両檜ノ車両は有山森林鉄路に在籍する客車である。林務局は有山森林鉄路に新たなサービスを増やすために観光列車用として8両の台湾産檜ノを用いた檜ノ車両を台湾車両で申請した。これらの客車は週に6日間、新木線及び有山線のかよし駅か浅さ駅、竹崎駅で運用されている。 中央部の扉と木製のエンブレム、日の木車両車内車体デザインは、北門車庫で保存中の古い木造客車に、似せられている。シングルルーフで、屋根上には、ベンチレーターなし、オープンデッキで、デッキの手すりには有山森林鉄路のマークを形、取った飾りが入っている。側窓は一段下公式で中央部には、上高扉があり木製のエンブレムが付く。車内は、 木製のロングシートで窓上には網棚を装備するが、冷房装置や扇風機などの装備はない。車内外ともに、ヒのキのキメを生かした仕上げとなっている。車体大枠は、構成で、床下にトラス棒などは付いていない。台車は枕バネに板バネを用いたイコライザー式で、連結器はピンリンク式である。三乗方向の車両は、主車として、 推進運転時の乗務員室や全商等、廃焼機などを装備する。木造旅客車両は多くの国の鉄道で安全上の理由から淘達されてきた歴史があるだけに、21世紀に入ってからの本線用としての木造車体の鉄道車両申請は大変珍しい事例である。ありがとうございます。